なんだ。本当にタイムマシン？本当だ。お前にも後で見せてやる。だから絶対に口外するな。いいな。よし、プログラム終わった。それじゃあ実験再開ね。でもまた店長さんに怒られないかな。案ずることはない。俺は昨日ミスターブラウンとこう約束したのだ。今日はもう揺らさないと誓うとな。つまり揺らさないと約束したのは昨日だけであって、昨日から見るところの明日である今日は揺らしても問題ないのだ。何の解決にもなってないだろう。どうしてそこまで自信満々でいられるのか不思議。つまりこう言いたいのか、クリスティン。ミスター・ブラウン、やれと。言っとらんわ。それに岡部みたいな巨浪が向かっていってもあの店長にはかなわないでしょ。ムキムキだもんね。それがシュタインズゲートの選択か。しかし、そこのバイト戦士、ウィース。そこで何をしている？見ればわかんじゃん。自転車磨いてんだよ。今日はバイトじゃないのか？バイトだよ。だからここにいいんだし。彼女、まだ自転車いじってたの？私が来た時も階段の前にいて思いっきり睨まれた。おい、バイト戦士、ミスターブラウンはどうしている？1階のジャンク屋の店長のことだ。ジャンク屋じゃなくてブラウン管専門ショップでしょ。
それは本当か？本当。そもそも私ここでサボってないよ。あ、なに？サボってることは店長にも話すね。じゃあ今度は自転車に乗せて。聞いた通りだ。これこそシュタインズゲートの選択なのだろう。ミスター・ブラウンは今不在。すなわちそれは実験し放題であることを意味する。結局根本的解決はまた先送りするのか。シュタインズゲートの選択だと言っている。何でもいいからさ、とりあえず電話レンジセカンドエディションバージョン 1.03 を試したいんだけど。セカンドエドエディションバージョン 03？ セカンドエディションバージョン 1.03。 そんなやぼったい言い方はよせ。この改良型はヘブンリーメリーゴーラウンド。名前なんてどうでもいいだろ。いいから実験を。楽しそうだったから。そんなわけない。少なくとも私はこのサークルのノリにうんざりしてただけよ。それにしてもこの助手ツンデレである。誰がツンデレだ。おお、マキセシってツンデレの意味わかるん？知らないわよ。どう見ても知っているな。顔にそう書いてある。じゃあオカリンの携帯に転送されるように設定するから。どうだ、これで電話レンジカッコ仮が紛れもなくタイムマシンだと分かっただろう。さて、ラボ面の諸君、第73回円卓会議を始めようと思う。昨日は第66回だったぞ。間の6回はどこに消えた？
細かいことを気にするとは器の小さいやつめ。だからクリスティーナは助手止まりなのだ。だから私は助手でもクリスティーナでもないとあれほど。オペレーションウルド第一段階では D メールが遅れること、 D メールの性能について検証した。今日の実験では作戦を第2段階へと進め、この D メールをより実践的に使ってみようと思う。実践的か。朝に届くようにして、おはようオカリンってちゃんと見てもらえるようにするんだね。そんなわけがあるか。そんなものはチラシの裏にでも書いておけ。私の裏じゃオカリンに届かないよ。俺が言っている実践的というのはすなわち、過去を変えられるかどうかだ。ちょっと待って、そんなの危険すぎる。あんた神にでもなったつもり？おや、助手よ、何が危険だというのだ？タイムパラドックスよ。もしも仮にパラドックスが発生した瞬間に世界が吹き飛んだら、あんたどうするつもり？その時は俺もお前も死んでいるだろう。そんな無責任な考えで過去を変えようなんてふざけてるの？まさかあんた本気で世界に混沌をどうたらとかを実行に移そうとしてるんじゃないでしょうね。いやいや、それはないわ。マキセシ、オカリンの言うことはもっと適当に受け流しておけ。俺に対する評価など聞いてはいないが、クリスティーナの疑問には答えておこう。確かに俺の野望は世界に混沌をもたらすことだ。しかしそれを実行に移すにはあまりにも準備が足りなさすぎる。ましてや18文字しか送れないメールではできることなどほとんどないだろう。ゆえに今回は俺の野望プロジェクトカオティックについてはひとまず置いておく。プロジェクトカオティック、思いつき？マキセシ正解。イエス。たった今思いついてとりあえず行ってみたっていうオチかと。オカリンっていつもそうなんだよな。俺を分析するな、ダルン。あとそこの助手、正解したかのようなガッツポーズをよせ。俺をバカにしてるのか。過去を変える具体的内容について詳しく。まずこれはあくまで検証実験だということを忘れるな。過去を変えられるかどうかを確かめられれば
それでいいのだからな。変える事象は些細なことで問題ない。岡部、あんたバタフライ効果って知ってる？もちろん。ああ、あれっしょ、風が吹けばおケアが儲かるってやつ。それは同じ意味のようだけど違うような。北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きるだろ。あ、そうそう、それカオス理論の一つ。つまりあんたの言う些細なことでも意図的に変えれば未来に重大な影響を及ぼすかもしれない。その責任をどう取るつもり？タイターはこう言っていた。世界は多世界解釈で成り立っていると。だから過去を変えてもいいって？あんなうさんくさい自称タイムトラベラーの妄想を信じるの？妄想だと証明できるのか？妄想をよりどころにして行動した結果、取り返しのつかないことになったらどうするのかって言ってる。クリスティーナよ、お前は以前こう言っていたな。仮説を積み上げて理論が観測された時、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙の全ての真実を理解すると矛盾しているぞ。いいえ、してない。この電話レンジの原理にはまだ仮説すら構築されていない。今の私たちは手探り状態と言える。こんな状態で過去を変えてみようなんてリスクが大きすぎる。せめてもうちょっと調べてからにすべき。実は試してみたくてうずうずしているのではないか？そんなことそもそも助手よ、お前は電話レンジかっこ仮はタイムマシンではないと思いたがっていたのではなかったかな？タイムマシンでないなら過去を変えることなどできない。それが証明できるかもしれないのになぜ否定する？うるさいな。それにタイムパラドックスのことを言うならばセルンはどうだ？奴らはすでに100人以上の人間を過去に送り込んでいる。タイムパラドックスの一つや二つ起きていても不思議ではない。あんな非人道的な実験をしてる連中と同じレベルまで落ちるつもり？人体実験などしないしできないのだから安心しろ。では答えよう。俺がこの作戦において何をしたいかというと、宝くじを当てるのだ！僕は賛成。金があれば PC パーツ買えるし、メイクインにも行きまくれるじゃん。
むしろ試さない方がおかしいっしょ。現金だなあ、オカリ。マユシは悲しいです。もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにするとか。世界が平和にだと？なんだその偽善は。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティスト、ホーワイヤ。岡部、志が低すぎ。そもそも趣旨を履き違えるな。世界平和だとか志など知ったことではない。これは過去を変えられるかどうかを確かめる実験なのだ。最も分かりやすいのは宝くじを当てられるか当てられないかだろう。でも最大の目的はお金だろ。金を手に入れればこんなオンボロビルからもおさらばだ。ふはははは。大ビルか UPX に事務所を構えてやる。ほら、やっぱり綺麗事ではないのだよ。事務所を移れば開花のムキムキ店長の影に怯えず、実験もやり放題。金があれば未来ガジェットに使える研究費も確保できる。それに例えば100万円あれば、マユリの大好きなバナナはトラックの荷台が山盛りになるほど買えるのだぞ。トラックの荷台山盛り。マユリさん、このゴーツクバリに惑わされないで。黙れセレブセブンティーン。セレンディピティ。セレブセブンティーン。何よそれ。親の金でホテル住まいをしている分際で人のことをゴーツクバリなどと言うな。モエカさん、あなたはどう思いますか？不満があるならば代案を出すがいい。過去が変わったと分かりやすく認識できる些細な事象だ。何かあるか？私が今泊まっているホテルを変えてみる。俺たちには全く無関係な話だ。セレブセブンティーンは品川だろうかウグイス谷だろうかどこへでも好きに移ればいい。そんな言い方しなくてもいいだろ。っていうか、なぜにウグイス谷？あそこにはラブホ街が。そういうくだらないこと言ってるとロボトミー手術してあんたの前頭葉を書き出すぞ。じゃあいつも買ってるジューシー唐揚げナンバーワンを若鶏一口唐揚げに変えてみるとかかな。マユリは一生唐揚げをむさぼっていろ。
結局タイムマシンを前にしても思いつくことはそれほどないということだ。お前たちの想像力も実に大したことがないな。代案がなければ俺の案を採用する。俺だ。これよりオペレーションウルドを第二段階に移行する。ああ、問題ない。責任はすべてこの法王に今日任せる。迷惑はかけんぞ。そう。これが俺の選択であり、同時にシュタインズゲートの選択でもある。聖戦は間近だ。エル、プサイ、コングル。では、作戦開始。開始って言われても、具体的に何をすればええの？俺に指示されなければ何もできないのか。いいえ、過去の当選番号を手に入れればいいのよ。その通りだ、セレブセブンティーン。よく分かっているじゃないか。セレブセブンティーン言うな。つうかさ、宝くじにもいろいろ種類があるっしょ。ここはやっぱ夢のサマージャンボ行くしかなくね。CM で見たよ。当選発表はされたのか？来週か再来週だったはず。それでは意味がないではないか。 D メールは過去にしか送れないのだぞ。ああ、そうだよな。じゃあサマージャンボの抽選日まで待つとか。本末転倒だ。サマージャンボにこだわるな。一番近い時期に当選発表が行われた宝くじを探すのだ。ふーむ、ちょっとググってみるわ。例えば未来から当選番号が送られてきたとして、私は信じるかしら。そうよね、10代の女の子は宝くじは買わないと思う。萌香は買ったことは？オカリンは買ったことあるの？ロト6を1回だけやったことがある。おう、ロト6ならちょうどいいかも。あれって確か当選番号を毎週発表してるし。この当たり番号を D メールで送るの？そういうことだ。もちろんこれがロト6の当選番号だと補足。先週の一等だと、ちょっ、2億とか。え、いや待て、一等はまずい。なんで？2億はさすがにビビっちゃうわよね。いや、そうでもなく、一等は目立ちすぎる。は？
わからないのか。俺は機関に追われている身なのだぞ。もしロト6で一等を出してマスコミから取材を受けることになってみろ。立ちどころにさならんわ。じゃあマユシーが当選したことにすればいいんじゃないかな。ダメだ。オペレーションウルト第二段階はそこのセレセブが言ったようにリスクがあるのも事実。セレセブって略すなよ。責任は取るという意味で俺が当選者とならなければ。まさかあんた金を自分のものにしたいだけじゃなかろうな。というわけでここは目立ちすぎずに二等を狙ってみようと思うのだが、ダリオ、二等の賞金は？前回の配当金だと2300万円。三等を狙ってみようと思うのだが、それだと70万まで減るけど。ああ、それでいい。その辺が妥当だろう。岡部って結構チキンね。さっきまでタイムパラドックスのリスクを心配していたとは思えない言い草だな、セルセブよ。お願いだからその呼び方やめて。せめて助手にして。それに私はあんたの考え方に納得はしてない。リスクを考えて多すぎず少なすぎずの絶妙な金額を設定しようとしているのに、お前の方がよほど豪つくばりだぞ。どうだ。70万円だとバナナはトラックの2台山盛りになるかな。3等なら数字を5個的中させる必要があるお。萌えかよ。新たにラボメンとなったお前に最初の任務を与える。D メールとして送る文面を考えてもらおう。何も知らない1週間前の俺にロトシ…先週の木曜日っていうことは5日前か。 D メールはそこに送るの？抽選日が5日前だからそれより前に買っとかないとダメじゃね。だったら1週間前ね。7日は168時間だからちょっと調整して170シャープでセットしましょう。